中央部に薩摩長野駅があり、上方が薩摩大口駅方面、下方が川内駅方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成薩摩長野駅は、かつて、鹿児島県薩摩郡薩摩町長野にあった、日本国有鉄道宮野乗船の駅である。1987年1月10日、宮野乗線の廃止に伴い、 廃駅になった。スイッチバック式の友人駅であった。これはかつて近くに山がの金山があり大きな集落であったため、大口へ向かう途中で立ち寄るために生まれたものである。スイッチバックの象徴とも言えるシーサスクロスポイントが保存されているが、現役時代とは位置が若干異なっている。島式ホーム一面二線の構造で、奥で再度線路がまとめられて、 機関車方式の列車の着回し作業ができるようになっていた。保存されているシーサスクロスポイント当時の駅舎は現存しないが、跡地に長野鉄道記念館があり、鍵を借りてくると自由に館内を見学することができる。長野鉄道記念館は南国交通バスの待合所も兼ねている。記念館の建物は廃止後に新たに公民館を兼ねて建設したもので、 総工費4770万円であった。現在では長野鉄道記念館を経由するバスは、少なく、鹿児島空港と宮野城、泉、阿久根方面を結ぶ、南国交通バスは、駅跡少し西の長野バス停から発着する。また、敷地内には、ホームの一部が保存されており、その脇の線路に、保線用のモーターカーも保存されている。ありがとうございます。